者で、まあ、ビートップさんとは、まあ、一度対戦してて負けてますし、そのやっぱビートップさんの力強さだったり、まあ、そういった部分が、まあ、自分たちが本当に上回ることができれば、まあ、勝てるかなっていうふうには思ってはいたんですけれども、まあ、もちろんそのビートップさんもやっぱ力強かったですし、かなり難しいゲームではあったんですが、本当選手がよく戦ってくれたというような印象です。そうですね、やっぱまあ先制点を取れたというのはメンタル的にも深かったですし、まあ、取った後にもうちょっともう一回前にというところは、まあ、次の課題かなと思います。まあそのまあ、失点のところもそうなんですけれども、やっぱりセルフジャッジを、まあ、日頃からも、まあ、しないようにというふうにはトレーニングから、まあ、言ってはいたんですが、まあ、やっぱそういったところを、まあ、取られましたし、もちろんそのレフリーのジャッジなんで、やっぱ自分たちが決めるべきことではないですから、やっぱり、やっぱ自分たちが崩れないように、それと、まあ、ぶつかり合いは今日は、起きるだろうなとは予想はしてたんで、そういったところで、倒れない、ファウルを、まあ、アピールしない、すぐプレーするっていうところは、まあ、ミーティングで伝えたところだったんで、まあ、良かった部分と、まあ、失点の部分と、まあ、両方だと思います。まあ、関東1位で、地域枠を、まあ、取ってるというのは、まあ、間違いなく、まあ、全国的に見ても、まあ、力があると思いますし、まあ、ただ自分たちもやってきたことっていうのは間違いじゃないっていうことを、まあ、関東1位のチームに対してどれだけぶつけられるかっていうのをまた明日やってみたいと思います。